Hi, I'm Haichi. どうも、ハイチです。突然なんですが、私ハイチ、英会話にチャレンジすることになりました。まあ、ご存知の方もいるかもしれないんですが、私英会話が非常に苦手でして、ただできるようになりたいなって、まあ、仕事からね、結構海外の方と話をすることも場面としてちょこちょこあるんですよ。でその時に通訳の方というか間にね、 Google の社員さんに入ってもらったりしないと会話ができなくって、あ、これじゃいかんなって思ってたんですけど、なかなか行動に移せずにいたんです。そしたらちょっと縁あってですね、今回そのキャンブリーさんが声をかけていただいて、やってみませんかっていうことで、そのしかも動画にしていいっていうことでね、今回こういう形になっております。でまず自分がどういうチャレンジをするかっていうと、3ヶ月間やっていきます。で1日30分間キャンブリーさんのサービスを使わせてもらうんですけど、それを約週5日ですね、30分かける週5日やっていって、これを3ヶ月続けた時に、ハイチの英会話力というか、まあそのね、様子はどう変わっていくのかっていうのは、ビフォーアフターな形で動画にしていこうと。つまりこれはビフォーです。今この見ていただいているこの後レッスンの様子も出すんですが、で3ヶ月後にまた動画を撮るので、まあ皆さんがね、動画で見て、あ、変わったなって思ってもらえるかちょっとまだ不安なんですけど、まあそれも含めて、あと自分がね、自分の体感としてこう変わったなっていうのを3ヶ月することで、続けることでね、どう変わるかっていうのを皆さんに見ていただけたら嬉しいなと思って動画を撮っております。で早速レッスンで行きたいとこなんですけど、その前にキャンブリーさんのサービスの特徴をね、3つ喋らせてください。でまず1つ目が、いつでもどこでもネイティブ講師が待機してるよっていう。実はですね、そのキャンブリーさんは1万人以上の方、もうすごい数なんですけど、のネイティブの講師の方、つまりアジア圏で英語を勉強された方とかではなくて、ネイティブの講師の方が1万人以上常に登録、今待機してるのね。だからサイトを見ていただけると分かるんですけど、常にね、ブワーってもういらっしゃるの、待機してる方が、もう誰もおらんよみたいなことが絶対にありえないっていう、その質の高い授業をしていただける方が待機してるっていうのがまず特徴です。そして2つ目がですね、豊富なプランとか練習の仕方っていうのが用意されてるっていう点です。基本的には、例えばある程度の英会話ができるんであれば、そのフリートークもつなげて、こう例えば話題を決めて話していくっていうことができるんですけど、例えば皆さんも始めようと思った時に、いきなりフリートークってハードル高くないですか？で自分も怖いです。フリートーク今やれって言われるとどうしよう、無理ってなっちゃうので、例えば教材を使ったそのレッスン、教材に沿ってレッスンをして、今回自分それで受けさせてもらうんですけど、教材に沿ったレッスンとか、まあ、フリートークがいい方はフリートークっていう、そういうプランを選んで使うことができるっていうのも魅力の一つです。そして3つ目が、新型オンライン英会話っていうところなんですけど、何かっていうと、例えばパソコンとか、スマホとかタブレット、まあ、いろんなものでね、やる方いると思うんですけど、全てに対応しています。そしてスカイプとかのその外のサービスっていうのを使わないんですね。そうだから、そこも結構安心な点にはなると。しかもですね、全部のレッスンが録画されてるので、後で見返せます。自分であの時どういう会話だったかなとか、あの時何言ってたかなみたいなのを見返すことができるっていうのも非常に魅力的なところだと思います。それでは早速ね、レッスン始めていこうと思うんですが、もう緊張でね、今喋ってても結構上の空なんですけど、で今回キャンブリーさんのご好意でキャンペーンコードっていうのをいただきました。どっか出てると思うんですけど、漢字の配置っていうのを入れていただくとですね、見ていただいてる皆さんが15分間の英会話レッスンを受けることができます。無料で受けることができます。で今そのコロナのこともあるので、結構場所に行って英会話ってなかなか難しくなってるんですよね。でオンライン英会話の需要が結構高まっているんですけど、でその学生の時ってその英会話もお金かかるので、なかなか踏み出しにくいじゃないですか。なので今回この学生の方も多いと思うから、その入れていただいて、実際オンラインの英会話レッスンが、あ、こういう感じなんだってっていうのを体感するのっていいと思うんですよ。そこで合う合わないはもちろんあるとは思いますけど、なのでもしよかったらね、漢字でハイチっていうキャンペーンコードを使って、皆さんも自分もね、今からスタートなので同じ立場だと思うんですけど、一緒にやってみたらいかがでしょうか。はい、ということで喋ること喋りましたんで、レッスン始めていこうと思います。今から初回です。緊張するけどね。それじゃあレッスンの様子行ってみましょう。 HelloHello. Hi there. My name is Adam. What's your name? Yeah, my name is Haichi. Haichi. Yeah. Okay. And how long have you been using Cambly for? Yeah, this time, first time. The first time? Yeah. Oh, wow. Okay. Wow. Good luck.
How can I help you today? Sorry, one more, please. Okay, yeah. How can I help you today? Help to today, yeah. Yeah, how can I help you? I'm sorry. It's okay. Yeah. I'll send you a message. Yeah. I'll translate it for you, okay? Yeah. Going to talk about different categories of foods and different names of foods. We're going to talk about foods that you like. Maybe foods that you don't like. Non-drag, yeah. Yeah, too. Okay. And we're going to use some grammar terms. We're going to use would like. Would like, yeah. Yeah, would like. And then if we have time, we can role play, which is like acting, okay? And we're going to use would like in food-related scenarios, okay? Here we go. Let's start then. Okay, and the last one. Yeah. Her name is Kate. Kate would like to give her children a bread and and butter? Cheese? I don't know if it's... Yeah, I think it's cheese. I'm not sure. Yeah, either. It doesn't matter. Oh, yeah. It doesn't matter. Yeah. So Kate would like to give her children bread and butter or bread and cheese. Yeah. England is very famous for fish and chips. Yeah, fish and chips. Yeah. Would you like to try fish and chips? I would like to try fish and chips. Okay. How about this? This is an English breakfast. Yeah. Would you like to try an English breakfast? Yeah, I would like to try England to breakfast. Yeah, an English breakfast. Yeah, they are yummy. Yeah. はい、ということでレッスンの方終了いたしました。まあ、グダグダでしたけども、まあ、初回なのでお許しいただけたらと思います。まあ、反省としては、わかんないことをわかんないって言わなきゃなっていう。まあ、思ってたんですよ。思ってたんですけど、こう、毎回こう止めてしまうのもなかなか不安で、っていうとこありましたけど、まあその反省を生かしつつね、明日からもレッスン頑張っていこうと思います。これ、まあ、聞き取れないとこもあるんですよね。わからなくて。でもどっちかっていうと、聞き取れても表現ができないっていうか、言葉が出てこない方がやっぱ強いね。はい。ということで、まあ、これがどうなっていくかわからないんですが、まあ、3ヶ月受けさせてもらって、もうちょっとこう、流暢に話せるようにというか、なっていけたらなと思っております。はい。ということで、まあ、初回にも話しましたけど、こんな感じのレッスン、今自分が結構、まあ、カットしてるんで短かったと思うんですが、15分間、こう、お話できる。で、まあ、自分が当たった今回の先生はかもしれない。でも基本的にそうだと思うんですけど、皆さん優しいです、講師の方。だから分かんなくても、全然いいよ、みたいな感じで接してくれるので、ぜひね、この機会に、まあ、15分だけですけど、無料レッスンというか、無料の体験を、このね、配置を使ってやってもらえたらと思います。ということで、また3ヶ月後にお会いしましょう。頑張りますので、よろしくお願いいたします。